高垣が謎に自爆しました。ウェイ、頑張ります。入ればよかった。はい、ないばい。これ、そういえばあのペットが残っちゃうバグって治ったんですか？治ってない。あ、そうなんだ。あら、あとあれ、カメラ使い切ってもピヤって本当に見れるんで、さっきのターンも見れちゃったんで、やめましょう。この風にペット禁止ですよ。ちょっとやめて。ペット禁止です。あー、ごめんなさい。ペット禁止です。あっち行っておいで。あっち行っておいで。さあ、釣れ。でもボタン押されない。ちょちょ。うえー。ほい。ん？近くや。高垣が謎に自爆しました。じゃあシェリフの人。これもちょっと遠いやつを。夏希さんを示すけど、高垣の直近だから。え、ちょっと待って、咲夜さんと藤宮って一緒に行動してた？いや、エレキにおいて俺はバイタル貨物で、貨物の、ベント付近で高垣が自爆。ではバイタル見て、夏希さんだけ死んでて、2秒後これみたいな感じ。ああ、オッケーオッケー。咲夜さんと夏希見間違えたから、藤宮来たと思っちゃった。ミーティングいるのだ、左、なんかボタンの左上ぐらいにいるの。多分俺。あで、夏ぴょんさんの死体がミーティングのテーブルのね、右下ぐらいにありました。ああ、レポートはできないんですけど。ごめんなさい、ちょっと、シェリフの話落ち着くまで黙ってたんですけど、ミーティングのボタンの右下とかかな、イメージ。え、サントさんはどこにいるんですか？私、後ろにいますね、ネロちゃんのお尻見てる。登ってきたとこ。え、ネロちゃん、どこ？ミーティングの左上ぐらいです。ゴミ捨てタスク終わって右に向かってる最中ぐらい。そうそうそう。左に上にいるのを見てる。結構メタちゃんはどこから見たのそれを。僕はね、ミーティングについて、要は上回りで、奥のタスクでもちょっと死体ないかなと思って見に行こうと思ったら、机の下に死体があったから、ぐるっとさらに回んなきゃレポートができなかったっていう構図。まあ、言ってることは分かんなくもない。俺と一緒にゴミ捨てタスクは一緒やってた。そうそうそう。先にアカメタがついてて、俺がその後みたいな感じ。奥にいるか、奥にいるか、奥にいるか、分かんねえんだ。奥に犯人はいるかもしれない。僕は見えてないです。ハイブリ浮いてます。ね、最終位置は多分メインぐらいに、あ、まだシャワーの中だわ。ハイブリさん、シャワーのどこですか？シャワーのカンカンでタスクをやって出てきて、真ん中、机の上ぐらい。ああ、まあじゃあ見えてる。ゲンさんどこ？ゲンさん私タオルタスクです。はい。で、藤宮さんと何やったら、私メインシャワー館、メインとシャワーのドア開けたぐらいのタイミングで私藤宮さんが見えたんですけど、そっか藤宮さんは、うん、エレキの勝ちやってからだ。うん。で、あのゲンさんがまだシャワーにいるんだっていう。うん、俺藤宮君と脇がアーカイブで一緒でラウンジでタスクやってから戻ってシャワーのタスクって感じです。やったのはゴミ箱とカンカン。どっちかというと私早めにさんと合わないのがおかしいかなと思って、私もタオルタスク全部拾ってからのタオルなので、私キッチン脇ですね。シェリフだから藤宮隠しの進行でいいよねこれ。うん、影丸コックピットです。まあ一旦ミーティング側の、そうね、あるよね。まあもう一回ちょっとボタン押したいですね。おい、このターン停電直したの影丸です。はい、これはもしかして大成功かも。うわ、壊れてない。硬直しとる。おい、ナイス。ナイス。藤宮からエレキに足湯咲夜を置いてバイタル貨物っていう動きなんで、ミーティング置く想定にした場合は足湯咲夜は無理。うん、で、赤目田さんからネロちゃんも無理よね。ネロちゃんは無理。
まあ、奥にいる可能性もあるってぐらいで、必ずしもいるかどうかはあれですけど。いやでも基本降りてたら会うと思うけどね。まあ、そうなんだよね。うん、ギルクル考えたら。一応ヌーも左にあったから。うんうんうん、手で上げてそんな取ってないよね、あれ。うん、結構してないんじゃない、うんうん、カギピはどこやったっけ、展望で停電を直していて、右から2番目真ん中、一番左みたいな感じだ気がする。無理やな、うん。まあ、キッチン脇が4人いて、ネロ、影丸、玄、赤メタの4人で、間違いない、ミーティングに最初に到達したのが赤メタ、その次が俺みたいな感じだよね。で、赤ネロ、サントスとか、ね、うん、サントスさんは俺からは死人ない、全くもって。位置を当ててはいるよね、先行で、うん、まあ一応ね。で一応僕が原産に違和感あったのは、その僕アーカイブ脇で速攻シャワーメインって下ったはずなんですけど、あ、速攻ではないか、なんかした何もせずメインまで走ってます。あれハイブリさんとアーカイブ脇です。そうだよね、早めにメイン、うん、そうアーカイブ脇、あ、うん、早めにメイン来てよね原産、うん、それを覚えてる、うん、僕はシャワーメインってあんまタスクせずに降りたイメージなんで、でそっから貨物まで行けてるから、原産がその序盤からずっと最後までシャワーにいるんだっていうのが若干、まあ、序盤、中盤から終盤って言い方にまあなりますかね。まあ、シャワーででもタス3つあったので、シャワー長期滞在を得ている理由はちゃんとあります。うんうん、え、シャワーで何のタスクやりました？カンカンとタオリリアスと配線です。で、ハイブリさんさっきも言いましたけど、ハイブリさんの経路的に私と合わないのは不思議だなと思ってました。そうだね、不思議だね。そうだね、源さんがカンカンからやって出てきてシャワーの上にいるんなら。そう、だからそれは昨日言ったはずなんですけど。いや俺も違和感、俺やったのがラウンジでトイレタスクやってからアーカイブ戻って、シャワーゴミ箱カンカンの順序で終わって出てきてなんで、僕がゴミ箱やってるタイミングあたりで、うん、1対抗でいいかな、もうじゃあ、うん、うん、1対抗そう、うん、ゲンさんのね、でもタスクの量的にあんまりそこまで違和感ないかなとは思ってんねやけど、まあでもキッチンから何もせずに行ってるっていうところは、私そうゲンさんの方が怪しいかなと思ってキッチンから行ってるってこと、私もゲンさんの方が怪しいから、キッチン脇で何もせずにシャワーまで行ってることになってる、うん、あ、そういうことね、まあ、ローラーしますか、ゲンさんから行きましょう、はい、あ、ではボタン行きます、はい、あ、マジでこれごめん、俺影丸逃げちゃったなんでじゃあゲンさんの上マジでクリックしちゃったペット禁止だからね、まあ、そうやな、へへへへへ、ゲンさんくそ、へへへ、ゲンさん視点にまにまだろうなって思って見てました。いやびっくりした、最初はなんか高木さんにゲンさんベッド出てきましたよみたいなの言わせて、私が釣られれば十分ぐらいの動きやったんですけど、まさかこうなるとは。手首切り落としたい。おい、内房、おい、内房マットだ。うん、おい。ああ、足湯さんが、足湯さんか。だったら一旦ハイプリさん釣りは、まあ、止めでいいかな。うん。ごめん、昨夜さんってどこなんだっけ、それは。昨夜さんはエレキに置いて、俺がバイタル貨物だから、ミーティング側はほぼ無理かな。え、どこ足湯さんかやどっちの最終位置だっけ、最終位置教えてほしい。最終位置は診察してる。なんかバイタル見てた。なんか5秒前ぐらいに死んでたって言ってなかった、あ、そのバイタ見た時は死んでて、うん、そっから何秒ぐらい、3秒ぐらい多分診察の上ぐらいの行ってるから、うん、その直近切れだから、まあ、うん、藤宮君やっぱミーティング置くか、ネロちゃん視点で赤目タッチを出るの、いや出ない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 、セルフが全然ある、いや、うん、影丸無理よね、影丸無理よね、絶対無理よ、無理で手で直さない、手で直さない、無理だから、てかあの他ミーティングを下から来るのは無理かなと思っていて、そうだよ、ね、死人がない人間が先にいて切って奥にいるしかないんですよ、うん、多分ね、うんうんうん、それか赤メタ、うん、赤メタ、一応は赤メタサントスどっちかかなとは思って、いや分かる、ネロちゃんはじゃないなと思って、でもネロサントスぐらい、俺は無理でしょ、ネロちゃんの位置当てんの無理じゃないと思ってる、視界広かったらギリ、あ無理か、まあでもサントスさんもまあ人外でいたとしたら赤目田さんから死人が出そうかなと思うから、うん、俺は奥までは見れなかったから、まあまあまあ、いや奥にいたとしたらネロちゃんをどうやって死にするのっていう、あ、それはそうやね、うん、あれじゃない、左から2人が一緒になんかゴミ箱やってるみたいなこと言ってたから、切った時に左の2人が見えて右に隠れてみたいな、あ、まあ追いかけとかだったらまあギリ、ね、はいはいはい、メタちゃんはそこから右ぐるっと行ってるから、じゃあネロちゃんは左残ってるだろう読みとかぐらいしか、まあ、まあそうだね、赤目田さんはね、わざわざまあミーティングに下やりますっていうのは、そうそうそう、あんまり言わないかなと思う、まあまあまあ、そもそも赤目田さんって手で直した、そもそも下位置が
いや、マットは。マットはもう落ちたから。落ちたから、あ、そうだ、これ。落ちるわ。これ、落ちる。じゃあいいのか。亀田さん的には、サントスさん。サントスさんだね。一応、マットの原産がハイブリッドさん殴りに行ってるケースもなくはないから。なくはないけど。そうだね。どっちにしろ結局、うん、俺、浮きではあるので。そう。うん、まあ一旦待ちで赤メタさんとサイブリーに基本はやってたらうまいけど、うまいけど傾いてはいるって感じかな、うんうん、その後を開いた時にドア見たら全部閉まったから、閉まった、サントスさんってマジで停電開けてドアが閉まる前にミーティング来てないと無理だっていう感じになる、うん、うんうん、はあ、いい仕事されたなねえ。いやー、これあれですからね、あのちょうど現行犯手前がシリフで封鎖されてますからね。あーあー今日ダメだ、手首を誰か切り落としてくんないかなあー、サントスさんか。私の弁当多分黙ってくってたかな、サントスさん。あー、はいはいはい、私もうなるべくいっぱいの方に弁当見られる動きだったんで、さっきのうんさあ、高木さんにしか見られなかったしかも死ぬっていう、お、血を肉ナイス。え、ケンさん、それ作戦もう早々に釣られるみたいな。あ、ですです。おお早い段階で釣られるのはなんか結構確かありあり得かなと思って。そうね、確かに、うん、え、おお、あ、まああるか。うん、あるあるある。赤メタは逃げる、関われない。ネロちゃんも逃げるは絶対関われない。じゃあてか俺隠しろ、隠しろはないか、うん、隠しろはないけど、え、関われるの俺って。え、関われるでしょ、だって1キロ目ってセリフ自爆と1キロなんだから。そうそうそう、2両いるでしょ。あれ、2インパスはいるよ。2インパスいるもんね、うん、これどこ、え、死体発見のボタン、いや、ボタン、ボタンでしょ。はいはい。え、めちゃめちゃ一人に切るは当然赤目ダネロも無理だけど、1切り切るなら全然。え、1分なかったと思うけど。いや、1分は全然ないです。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、忘れてください。うんうん、あ、オッケー、オッケー、オッケー。ねえ。俺、初動で藤宮が左行ったんしか覚えてないわ。あ、左にいるんだ。オッケー、オッケー。どっからどこにってことですか。ちょっと待って、エンジン脇俺が一人で、その後宿舎の方に俺行ってるんだけど、その時に藤宮が左、エンジン左の方に行ったと思う。なんかめちゃくちゃ初期の初期。あ、いや、ボタン使ってるか。藤宮ってボタン使ったっけ。使ってる、使ってる、さっき。で、宿舎の内通路でハイブリッドさんすれ違いましたっけ。そうそうそう、昨夜くんとすれ違って、昨夜くんがミーティング方面に行ったのを覚えてる。で、停電なったんで、エンジン武器庫へキッチン展望って言ってます、これは。停電直したか誰ですか。展望、それは私。で、昨夜さん、展望に入ってきた、最後入ってきたけど、佐藤さんどういけるんですか。いや、私、いや、っていうか停電直してるから、停電直して、キッチンって言ってあってないから、昨夜さんが一対抗なんだけど。え、2回になってますよね、停電ね、そもそもね。1回だっけ。1回じゃないかな。1回じゃない、1回じゃない、1回だと思う。1回か。あ、ごめんなさい。んメロちゃんとその後会った後に死体探しアーカイブ全部してなかったから、サクヤサントスで決めてくださいっていうだけ言っておきますね。サントスさん行きたい。ネロちゃんさんってボタンあります？ある。あ、よかったよかった。はず、まあ初できる考えたら、そう、サントスさんに入れてほしいですけど。え、わざわざここで1最高のやつ出る、手で直して。まあ、サントスさんに決めてくださいとしか思う。いや、まあ、いや、サントスさんしか、俺も初できるあれだからあれだけですけど。ボタン当て。亀田作家だったらきついな。そうなんだ。そうだね。ボタン当てくるの人、ボタンお願いします。これは布石でしょう、ご主人さん。いいんじゃない。うん、これで昨夜さんのラインを切って次の議論でするし、苦しするしかないでもいいところ切ったっすね。うん、いや、もうなんかそれしか勝ち筋ないかなと思った。うん、すごい。謝罪文どうしよう。
ナイボー。ナイボー。めっちゃありがたい。サントさん確定でいいんだよね、これで。うん、なんかミーティングの夏ピョンキラーはおそらくサントさんなんですよ。うん。で、だから藤見役のヒロはサントさんでいいと思ってて、影丸くんの死人。俺はないんだよ、ね。ない。あのね、貨物脇かなんかで、そうだね、バイタル、エレキ、メイン、シャワー、アーカイブ、証拠、右ちょっと入って戻ってシャワーみたいな感じなんだけど、その間で影丸とは合ってないよね。で、赤目田とは証拠を右に行くまで基本的にずっと同じ動きをしてたのね、停電も含めて。一緒一緒。うん、で、ごめん、俺停電2回になっちゃったと思ってたんだけど、そんなことはなくて。じゃあ、ネロちゃんと赤目田くんはお互いで白取り合いそう。いや、取り合えない、取れない。取り合い難しい。最後、ヌーンで多分赤目田を渡っていて、その後にハイブリさんがメインからシャワーに入ってきたんですよ。そうそう。だから俺が切る場合って、シャワーの奥ぐらいしか切れないんですけど。あんまりネロちゃん疑ってなくて、なんか死体探ししてる感じの動きでシャワー降りてきたから。そうね、ネロちゃんよりは、昨夜様は赤目田ハイブリの方が濃そう。赤目田切る場所マジミーティングしかないなって感じで。ミーティングしかないね。うん、ミーティング証拠左。の初手の対抗で、まあ赤目田さんとして対抗してたっぽいから、うん、まあ、ハイブリさんっぽくは見えるけどって感じ今のところ。まあハイブリさん源さんに対抗されてるっていうところだからもう普通にインポスターに対抗しに行ったってこと、源さんが釣られるために。じゃあ源さんの方が先に死人出し死人じゃないや出してるよね動き。どうだったっけ？出してて、藤宮さんとかから結構つつかれて、じゃあ藤宮さんがつついてか。そうだよな、ね。で、そもそも俺、アーカイブで藤宮君と湧いているので、あんまり移動経路が偽装できない。俺の中では、ハイブリー昨夜の中で決め切りたいぐらいです。赤目田も弾きたい、正直。俺もネロちゃんも弾かないと無理。源さん、マットってことを考えると、昨夜さんに入れちゃいそうではある、現状。一応藤宮君のその切られた時の死人は一応出しているぐらいかな。でもね、影ピの死人が出しようがないから何とも言えないんだよね。まあ左っぽいんで。そう、どっちにしろね。多分ね。だったらね、多分右で最後は最高にやさんでいいと思う。間違いない。ごめんなさい。お見事でした。ハイブリさんだったら お見事です。ハイブリさんだったらゲンさんすごいわ。イービルハッター頑張るぞ。いい、ね、もういいだろ、どこにいても。ナイスナイス、あ、すごい。あの、ね、誰か僕の手首を切り落としてくれませんか。怖い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 。ああ、そうか、ドバスだっけ。事故ちゃった。ゲンさんの弁当を見たんですよ。ああ、はいはいはい、で、もう切るボタンに手かけてて、もう来たら殺そうと思ってた、うん、と手口封じされるかなって待ち構えてたら、下からピョッて来た黄色い物体が。あ、そっちに飛んじゃったんや。そう、間違えて、本当にすいません。のまだま引きずるね。今日もダメかもしれない。まだ引きずってんな。引きずってタスク進捗も進んでなかった。